さて、今日は金曜日です。ニューヨークから今週の注目のニュースを伝えてもらいましょう。長谷川さん。はい、おはようございます。ニューヨークです。ニューヨークからですね、今週はアリゾナ州で起きた事件に対する裁判のニュースから、完全犯罪になってしまうのではないかというふうに言われているんです。タコだからです。先月28日、アリゾナ州で行われた尋問。殺人罪に問われている被告の保釈金が4000万円から一気に80万円に。実は真犯人は別にいるという証言が出てきたのです。現場にいた同じ顔をした2人、オーランド被告とブランドンさん。彼らは一卵性双生児だったのです。しかし警察はオーランド被告の方を逮捕しました。Some of the witnesses said, you know, it was the guy with the tattoo who did the shooting. So that may have cleared up the confusion a little bit in the eyes of the police. 確かに入れ墨をしていたのはオーランド被告の方でした。それに対し遺族は、 Now that we're hearing this other story about maybe, you know, it's another brother or this brother, you know, whichever brother it is, you know, it doesn't matter, one of them done it. It's not fair. Give us justice too. したかに思えましたが、最近になって新たな証言が。I believe there was other witnesses coming out and pointing to Brandon that said, you've got the wrong guy in jail. 警察は現在、使われた拳銃を探しています。そこから DNA 鑑定をして、証明がなければいけないし、歯型に関してはデンタルケアなどでしっかりとした歯型を本当に取っていなければいけない。しかも現場に歯型が残っていなければいけない。一卵性双生児は DNA が一緒であることを考えると、指紋ぐらいしか見分ける方法がないんですけれど、指紋に関しても実は似たパターンもあるということなんですね。で、実際にこういうようなケースがありました。マレーシアクアラルンプール2003年で実際にこれはあった。当時も大きく報道されたニュースなんですけれども、あの男が麻薬を持ってるぞという通報を聞きつけておまわりさんが来て行ったら、車の中に確かに麻薬があったんですよね。でさらに家の中を調べたところ、大麻 16.6キロ、そしてアヘン 1.7 キロという大変な量の麻薬が見つかりました。そしておまわりさんが一瞬目を離した隙に双子の兄弟が帰ってきてしまい、おまわりさんはどっちが犯人かわからなくなってしまった。この2人はちなみに後々無罪釈放ということになるんですけれど、ちなみにこの大麻 16.6キロ、アヘン 1.7 キロというのはマレーシアクアラルンプールでは最悪死刑になるという、そういう判決が無罪になっていると。いや、笠井さん、これは盲点かなと思ったんですが、いずれ日本でも起きそうな気しませんか。いや、あのですね、私の母親が一卵性双生児なんですよ。双子で、私ちっちゃい頃、そうなんですか、おばさんの方について一緒に帰ろうとしたことがあるんです。そうですよね。だから親族でもちょっとわからないことがあったんですよ。それぐらい似てる。いやー、そうなんですよね。ちょっとリアクション取りにくい話だけどね。疑う式は罰せずということを考えると、あのこの裁判上において一卵性双生、しかも今回のナイトクラブの裁判は非常に今難航しているんですけどね、目撃情報しか有力な情報がないということになってしまうと、ひょっとしたら今後日本でもこういうような可能性、おことが起きる可能性というのはあるかもわかりません。